はい、セグメントゲームズレディオ引き続き対談ラジオを続けていきます。はい、さて、ニンテンドースポットライトのお話、続きましては、まあこれはね、もう発売日いい近づいております、ニンテンドースイッチ向けのファイアーエムブレム無双ですね。これはまあね、ずっと前からお話があった作品でございます。まあ、いわゆるファイアーエムブレムシリーズのキャラクターがかの、無双シリーズの流れね、一等戦暴れまくるということでね、話題を集めておりました。で、まあ、今回のこのスポットライトの中では、まあ、発売日の発表と、まあ、新しい参加メンバーが、まあ、出てきたと。まあ、そんな感じのお話だったと記憶しております。はい。さて、ファイアーエンブレムはちなみにどんぐらい知識あります？知識って言ったらあれですけども。ああ、そうですね。そのものは、ヒーローズで初めてっていうぐらい。なので、ヒーローズをやってみて、ああ、面白いなと思って、3DS の作品を、覚醒なんですけど、遊んでみたりとか、はしましたっていうぐらい。まあでもヒーローズをきっかけにちょっと興味を持ったということですね。はい、そうですね。結構同じような人が、あったりするのかな。まあ、ね、結構いろんなシリーズ作品が、まあやっぱり一勢揃いしてますから、あの作品。そういう意味では、うん。まあ、それを言ったらね、まあ、当然、ファイアーエンブレム無双にしましても、初代からおなじみのマルスも出てくるし、現状の最新作、まあ、エコーズはリメイクですから、まあ、その前ですと、ファイアーエンブレムイフですね、の2つの王国のね、キャラクターもいっぱい登場します。そうです。ですから、まあ、ファイアーエンブレム無双、これはこれで、まあね、それこそ、楽しんでいただくきっかけになる。と、ふと思いつつ、まあでも、どうなんだろうな、無双シリーズ買うとなると、やっぱり好きな人が買うんですかね。どうですかね、その、単純に、まあ、無双が、どっちも好きな人が、ある程度、買うんじゃないかなと思うんですよね。ファイアーエンブレムが好きな人も、ああ、無双になるんだ、と思って。買われると思いますし、その、いわゆる無双シリーズが好きで、あ、今度は、こういう手法なんだなっていうので、楽しみに買われる方もいるんじゃないかなとは、思いますね。だから、そっち側の層がどれぐらいいるんだろうなっていうのはちょっとありますけどね。うん。なんだかんだで無双式、すごい勢いで出てますからね、だって。あ、まあそうですね。いろんな種類のものが。この、いわゆる、ね、コラボレーションもそうですけども、当然本編の方だって出てくるわけですし、今度ね、新三国無双8オープンワールドになると言われてる新作もありますし、うん、私がだから結局無双シリーズがだから、まあ、ゼルダ無双ですね、うん、楽しませてもらって、で、それで、それとなく無双シリーズのこう、ざっくりとしたこの楽しみ方っていうのを感じることができて、はい、じゃあ、それで本編遊んだんかって言ったら、まあ、プレイステーション4のフリープレイで無料でもらった、新三国無双7エンパイアーズだったかな。あれを、まあ、はい、ぼちぼち遊ばせてもらった、ぐらいではありました。はい、結構、新三国無双シリーズも、例えば、猛将伝でしたりとか、エンパイアーズでしたりとか、はい、いろいろあるじゃないですか。あ、そうですね。多分、旗から見てたらわけわからんでしょ。あれ、全部結構、性格が違いますからね、中身の、そのスタイルが。そうですね。結構、はい。遊び方が違うやつを出してるっていう感じですね。まあ、そうなんです。ただのパワーアップ版なんかじゃなくて、あれは、ちゃんとね、猛将伝は猛将伝。で、エンパイアズはエンパイアズで、ちゃんとこう、まあ、役名といいますか、遊ぶスタイルというのが全然違ったりしますんでね。知ってる人はいいんですけども。知らない人はまさか。そうなんですよ。で、しかも出る順番も決まってるじゃないですか、いつも。ね。そうです。普通のが出て、モーションデーが出て、エンパイアとか出るんでしょみたいな感じなもんですから。なかなかね、まあこう、やっぱりしかも、もう次8が出るぐらいですから、もう相当やっぱり長いことを続けてきたシリーズということもありますから、まあ良くも悪くも、こうユーザー層が固まってきてると。だからこそ、まあゼルダ無双もそうでしたし、このファイアエンブレムもそうですけども、やっぱ新しい風が欲しいというのはありますよね。ああ、その無双シリーズそのものの欲求として、無双に、興味を持ってもらうきっかけとしてのコラボっていうのは、そうですね、確かに。
あるかもしれないですね。はい。で、やっぱりね、ゼルダ無双も大変評判よろしかったっていうのもありましたし、まあそれ以外も昨今いろんなコラボを作っては、なんだかんだでやっぱり、なんだろうな、ちゃんとこうコラボしてる作品を大切にしてくれてるというかね、うん、そういう感想が非常に多く見て取れますので、まあそういう意味でも、今回のファイアーエンブレム層も期待してる人は意外と多いんじゃないのかなと、私は思っております。うんいやそうですね。なんかすごいこだわりを持って作ってますみたいなのは、今まで、ファイアーエンブレム層自体は、もう、初めて情報が出た時から、はい、他にも、このメインのキャラクターとかが発表されたりとかもあったと思うんで、うん、そういう折にかなりこだわって作られてるんだなっていうのは、うすうすこう、伝わってはきているかなっていう感じですね。そうですね。まあ、ですから、まあそういうですね、この、まあ、発売日がですね、2017年9月28日ということで、まあちょっと落ち着き気味になる時期というのもありますので、まあここでバシッと、送信率一本、うん。そうですね、ファイアーエンブレムとして、まあ当然こういう感じのアクションが遊べるというのは大変珍しいので、まあそれも含めて、うんね、まあいろんな人に、当然、ファイアーエンブレムが好きな人もそうですし、はい、まあ、マネさんみたいにね、まあ、ヒーローズで興味ちょうど持ってたところに無双が出るから、うん、お、みたいな人もいる。まあまあ、全然本編触れてないことになりますけど、それだと。まあ、でもまあ、ヒーローズは、一番こう、相乗効果あるのは、間違いなくこの無双ですよね。キャラクター、まあまあ、いろんなキャラクター出てきて。だからまあ、そうなんですよね。やっぱりこう、それこそ表情豊かだったりとかっていうので、やっぱり本家のファイアーエンブレムでも見れないレベルのなんか、世界もあると思うんですよね、絶対、うん。そういう意味でもやっぱり、楽しみにしたいところですね、やっぱり。はい。まあそういうことでね、ファイアーエンブレム無双が秋に発売ということで、まあ当然ね、もう楽しみにしてらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思いますので、楽しみにね、お待ちいただければと思います。はい。続きまして、Nintendo Switch と Wii U でね、発売され、多くの方にご好評いただいております。ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド。追加コンテンツの話ね、今まで散々ございましたが、今回、Nintendo Spotlight でもね、しっかりピックアップされました。紹介映像とともにですね、追加コンテンツ第1弾、試練の覇者。配信日が2017年6月30日に決定したというお話がございましたと。夏って言ってたんでね、まあ、6月30日は結構思ったより早いなという。うんそうですまあ、本当に、うん、もう間もなくでございますね。もう間もなくっていうか、私が6月30日までにこのラジオを載せれればいいんですけども。はい。頑張ります。はい。で、第2弾、の方も、ちなみと言いますかね。英傑たちのバラット。死と書いてバラットと読みますけども。いわゆる、そのね、この本編でも登場した4人の英傑たちにスポットを当てた何がしかのものになると。いう、うん、まあ、の、まあ、ほのめかしたというところで終わっちゃいましたけどもね。はい。まあ、さらにプラスで、この英傑たち4名のアミーボも、発売予定になっておりますと。まあその話もございました。まあこれに関してはまだ全然発売日、そのところもろはまだまだなので。もちろん、ゼルダの伝説、ブレスオブザイワイルドでもお使いいただけるそうなので、まあそこら辺の内容も含め、まあこれは続報を待ちいただかないとね、何も話せません。はい。はい、ということで。マリさんも、このブレスオブザイワイルドは、どうですかね、はい、楽しまれていらっしゃいますかね。そうですね、はい。すごい、こんなに遊ぶんだなと思う。自分でもびっくりするぐらい楽しんでコログとか結構集まりました。いやーコログはちょっと心が折れそうですね。あれちょっともう全部集めようって気はしない。まあこの自分が楽しめる期間でどのぐらい集まるのかなっていうのを楽しむことにします。あーそれでいいと思います。私はもう折れてますからもう無理でしょだってシナリオの方は一応クリアは。あそうですね。はい。来たということで。すごい寄り道をしていたので、だいぶかかってしまいました。ああ、私もそんな感じです。
もう先に話し進めようと思ったらね、割とスパッと行こうと思ったら、まあね、いけるっちゃいけるじゃないですか。そうですね。まあその、ストーリー上、ね、全然行かなくていい場所いっぱいありますからね。いっぱいあります。最短クリアなんて言ったらどこにも行かなずとかもあったりするみたいですから、どんなクリアの仕方でもできるけど寄り道しちゃったみたいな。あ、あそこなんだろう。そうですね。あ、ほこらが見えた。こっちまだ行ってないね。そう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 。あ、コログ出てきた。こういうルートで行ってみよう。あれなんかクエスト発生したんだけどみたいな。そんなんばっかりですよね。本当に。まあ、今回のですね、追加コンテンツ第1弾、試練の覇者ではですね、それこそあの、足跡が見える、はいはい。あれがね、確か200時間分見えるとかって確か言ってたので、プレイ時間。うん、まあ、それこそもう行ってないとこう、もう一目瞭然になるので、うん、まあ、それこそコログ探しがはかどるのかな、なんて思ったりもしております、うん。そうですね。コログのお面みたいなのもあって。はい。あ、そうでしたね。コログの、あれは結局コログのお面は、やっぱりなんか知らせてくれる的な話なんですかね、近くにコログがいたら。あ、そうですね、そうみたいです。あとは、まあ、試練の覇者という名前があります通り、まあ、いわゆる試練的なものがありますね。うん、はい。まあ、マスターソードね、まあ、すでに手に入れてらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思いますけど、そのマスターソードを題材に戻すことで、剣の、剣の試練、というものに挑戦して、また裸一貫にされるんですけど、うん裸一貫の状態で数多くの試練を乗り越えた先に、魅力的なサービスがあると。まあ、そういう話でございますね。うん、はい。そうですね。裸一貫、恐ろしいですね。これ、若干ネタバレですけど、裸一貫にされた時、本当にすごい死にましたから。ね。あそこでしょ？うん。わかりますよ。俺なんか結構序盤の方に行っちゃって、はい、うかつにも、あ、結構最初の方でもいけるんだなとか言ったら、ボロッコボコにされましたけども。そうですね。あ、そこしんどかった。僕はだいぶ後半に行ったんで、むしろこう、敵にある程度こうやられながらも、バシバシ進めるぐらいになってたので。ああ、なるほど。そのタイミングで裸一回に戻された時、辛さ。そうですね。俺は。一撃がこんなに多いとは。俺たちは道具に耐えてたんだな、みたいな思い聞かされる。それこそ今回の剣の試練だとそうですよ。ね。己の肉体一つで挑めって言ってるわけですから。ね。またあんな思いするのか、みたいな話ですよね。あれよりも、むしろ多分難しいでしょ。だって、追加コンテンツなんですから。あとはですね、まあ、一応ま、それとは別に、まあ、単純にゲーム内容そのものがハードモードになるという仕組みもありまして、もう本当に単純に敵が強くなる、あるいは今まで出なかったようなところに敵が出てきたりする。もちろんその代わり、まあ、普通では出てこなかったなんか宝箱などの報酬もあると。まあ、そんな話でございますね。はい。あとはま、いろんな装備が追加とかでしたかね。うん。まあ、これもやっぱりね、せっかくだから目指したいところですね、いろいろと。はい。で、まあね、第1弾と第2弾、まあ先ほど話したエキスたちのバラと、こちら2017年冬派で配信予定となっておりますが、この2つをまとめて楽しんでいただけるエキスパンションパスが、まあもうすでに今配信中でおりますので、追加コンテンツを楽しみたい方はこちらをご購入いただければと思います。第1弾だけ楽しむということは残念ながらできないようになっておりますので、そこは、あしからずということで。はい。まあ、なのでね、この第1弾に関しては本当にもう間もなくです。2017年6月30日に配信開始します。で、第2弾、2017年冬に配信される第2弾、および、英傑のアミーボーの発売とかですね、まだまだね、ブレスオブザワイルド、こう、いろいろね、考えてる、やっていきたいことがね、目白押しということなので、うん、ね、存分に楽しんでいただけてる方なんかはですね、引き続き、またその、まあね、そのまま さらに楽しんでいただく。もしくは、まあ一段落してちょっと落ち着いてる方もまたね、この第一弾配信で、もう一回ちょっと起動してみようかなって。うん。うん、そしたらコログがバカバカ見つかって、またやめられなくなるかもしれませんね。そうだ。はい。まあその調子でぜひコログ全コンプリートを目指してみるのも、まあいいのかもしれません。はい。ということで、まあ、追加コンテンツの展開ですね。これからの情報にもご期待ください。はい。続きまして、任天堂のタイトルではちょっとないんですけども、任天堂スイッチ向けに、ロケットリーグ
という作品が提供されるというお話がございました。はい。これは海外製の作品にはなります。で、もともとはですね、パソコンゲーム。で、その後にプレイステーション4でも実は配信されておりまして、要するに、好きなスポーツカー選んで、でっかいサッカーグラウンドで、ボールに体当たりしまくってゴール目指しましょうっていう、サッカーゲームでいいのかな、これ。サッカーゲームです。バトルスポーツゲームです。はい。私も以前ちょっと本当にプレイステーション4の方で楽しませてもらって、それこそフレンドの方なんかと楽しませてもらって結構盛り上がりました。フレンドとのプレイではですね、驚くほどに細かくルールが設定できまして、ボールを重たくしたり、軽くしたり、でかくしたり、四角にしたり、はたまたもう全、このサッカーグラウンド自体の重力を変えたり、やりたい放題です。で、とりあえず適当にいじくってみて遊んでみた結果、なかなか面白いなってこともあれば、まともに勝負にならないこともあるんですね。泥仕合になることもあったりして。はい、だから、いろいろ試してみて面白いなというのもやっぱりありました。ボールを重たくすると、全然飛びませんので、大概泥仕合になります。だけど、そうです。ボール、重力を軽くしてボールを重くしたらどうなるかとかね。はい。ね。覚えてないですけども、もはや、あまりにもいろいろやりすぎてね。だから本当にそれこそ任天堂のゲーム機らしく、ワイワイ楽しんでいただくゲームとしても、非常にポテンシャルを持ってる作品だと思っております。で、そういった作品が任天堂スイッチに登場ということで、任天堂スイッチのためだけに用意した車、および、なんかマリオの帽子出てましたよね。って カスタマイズ、車のカスタマイズというのもね、多少できるんですけど、そのカスタマイズアイテムとして、任天堂スイッチオリジナルのものが入ったりすると。あとはですね、タキシとのオンラインプレイもできるということなので、それこそね、まだパソコン版で遊んでらっしゃる方なんかも含めて、遊べるということであれば、オンラインプレイヤーに関しては、割と、思ったよりは、見つかるんじゃないかと思います。ちょっと残念ながら私、プレイステーション4でフリーでオンラインプレイはやってないので、はい。ああ、なるほど。そうです。フレンドとばっかり遊んでたんでね。ワイ。ちなみに最大8人同時プレイでございます。4対4が可能なんで、1対1もできます。でもいろいろやりましたけど、2対2ぐらいが程よいです。3対3を超えるとわけわからんなりますよ。ボールが飛び交って。だから、ちょっとね、操作はもう確かに癖はあります。やっぱりボールを追っかけて、ぶつからなければそもそも話にならないですから。はい。それがうまいことをできるまでは結構ちょっと大変かもしれませんけど、それがね、分かり始めてくると、こう、ノリノリで楽しめると言いますかね。ちょっとそこの一個ハードルがあるといえばありますけども、一人プレイでね、楽しんでいただける、じっくり楽しんでいただけるモードもありますし、もちろんチュートリアルも用意されておりますので、そこは、それなりにアクションやってきた人であれば、失敗する必要はないと思いつつ、どうだろうな。多分大丈夫だと思いますけど、できれば体験版があれば嬉しいですね、そうなってくると。そうですね、確かに。体験版やるとしたらどうやって体験版出すかな。それこそスプラトゥーンみたいに期間限定で、オンラインも含めてっていうのももしかしたらありかもしれませんね。それも、はい。マネさん的にはどうです、その映像をパッと見て感じた印象は。本当にチラッとしか出なかったと思いますけども、僕は全然そのロケットリーグそのものを知らなかったので、なんだかよくわからないゲームが、なんだかよくわからないけど期待されてるっぽいなみたいな。わかんなかったらそういうあれになっちゃいますよね。でもわざわざこう人が出てきて、僕たちのゲームが Nintendo Switch でも出るよみたいなもうやるって、相当その、なんですかね、この E3 っていう場で取り上げられる、すごいいい待遇、ものなんだなっていう感じです。確かに。言ってしまえば元を正せばインディーズタイトルなので、これも。はい、そのインディーズタイトルでありながらこれだけのクオリティということで、確かにやっぱりもう、プレステ4版が発売される前からもう大変評判
は、まあ、パソコン版の方でですね、うん、評判は良かったというのはあったみたいなので、まあ、で、そうですね。まあ、だから、こういう感じのタイトル。まあ、これに限らずね、インディーズタイトル他にも結構、任天堂スイッチに続々集まってて、かその、起動したらいつの間にか増えてるっていうことも多いですけども。うん。そうですね。猫マリオタイムで、ビットサミットのことを特集してた時がすごい印象的でした。ああ、なるほど。子供向けの猫マリオタイムでも、やるくらいなんだなって。そうですよね。はい、インディーズという言葉がね、普通に使われて、うん、まあそんなこと言い始めたら E3 だって普通に取り上げてますからね、猫マリオは。ねえ、それを考えると、まあまあまあ、当然ね、子供にも興味持ってもらいやすいようなタイトルをピックアップはしてたと思うんですけども、うん、まあそれを踏まえてもね、うんまあ、そういう中でそのスポットライトでロケットリーグというのが紹介されたっていうのは、うん、まあそのマネさんがおっしゃってたように、本当に、その、まあ待遇がいいもそうですし、まあそれだけのポテンシャルがあるとは思います。うんうん、おそらくはそのダウンロード専用タイトルなので、これは。そうですよね。そんなに、バカ高い作品ではないです。うん。っていうのも含めてですね、完成度の高い、こう、はちゃめちゃ、サッカーバトルゲーム、うん、なんて言ったらいいかは私もわかんないですけども。はい。Nintendo Switch で発売されてもっと多くの人に、ね、楽しんでいただけて、全体のオンラインプレイヤー人口も増えてくれれば、まあ、さらに盛り上がるということで。あ、うん、そうですね。あ、そうです。その、ロケットリーグを見てもう一つ感じたのが、やっぱりその、はい、今の、Nintendo そのもののトレンドが、やっぱりそういう e スポーツ的なものと、インディーズゲームなのかなっていうのは、このスポットライトのプロモーションそのものも、その対戦するソフトから全体が始まって、はい。で、こう、終盤ではロケットリーグをこういう風に大きく取り上げて、みたいな、ものになってるので、そういうところをやっぱり感じましたね。そうですね。冒頭の時にね、まあ、アームズやスプラトゥーン2、そしてロケットリーグとかですね、で、激しく熱く戦う。で、アメリカのレジ社長も登場して、ね、そのバトルがゲームという存在にとって大事な要素の一つであるということを、非常にこう、しっかりアピールされていらっしゃいましたので、こう、なんかある意味で、なんかこう、なんだろう、今までね、バニー向けって言ってた任天堂とはまたちょっと違う向き、まあ、の、なんか形を、また目指してる。まあ、それとは別にもちろんね、その今まで通りの道もあるんですけども、アピールするものとしては、まあ、それこそこの前発売されたアームズも、あれ結構ガッツリですからね。確かにそうだね。強い人間だけが本当に残るみたいな世界ですから、そういう意味では割とガチなゲームなんですね、あれも。ですからそういうところも含めて、なんかこう、なんだろう。誰もが楽しめるゲームももちろん出していくんだけど、そういうなんか本当にゲームをとにかくとことんまでやり込めるような、本来の、なんかこう、ゲーム性じゃないですけども、やっぱり対戦するというところから始まる、その対戦して勝ちたいから強くなりたいとか、アーム集めたいからどんどんプレイしたいとか、まあそういう、ところに、まあ繋がっていって結果、ゲームにのめり込んでいくと。そういう、まあゲームの楽しみ方を、まあ、今一度、しっかりとアピールしていきたいということなのかなとは、思いますね。まあ、スプラトゥーン2に来たって、絶対そんなタイトルですからね、そうですね。もう全然一人フローにしないで、ずっと対戦ばっかしてましたもんね。で、今回ね、その三本乱みたいな協力もありますから、もう三本乱でもう、なんだろう、もう密漁しまくるかもしれません、人によっては。そうですね。いろんな遊び方もまたできる。ですから、そうですね。いわゆるスポーツ系。まあ、ね、まあ、e スポーツというふうに言われてましたけど、いわゆる、まあ、ゲームもね、そのスポーツの一つとして、こう、世界で、こう、なんだろう、認知されつつある状況ですので。ゲームで戦うことが競技になってますからね。そうですね。ですから、まあ、それがね、まあ、なんか、まあ、そういう時代の流れに、ニンテンドーらしい形で、まあ、答えていきたいと。うんまあそういう現れの一つがまあロケットリーグだったのかもしれませんね。はい。ということで、この Nintendo Switch 版のロケットリーグは2017年末に、配信開始予定となっております。まあ、多分
日本、まあ、ホリデーシーズンって言ってたんで、もしかしたら日本はちょっとね、また近わってくるかもしれませんけども。うん、はい。まあね、私自身も本当におすすめ、十分できる作品だと思っておりますので、はい。ロケットリーグでのバトル、ぜひね、楽しんでみてください。はい。ということで、もう一つ、最後ですね。任天堂スポットライト最後に紹介されましたのは、皆様ご期待のスーパーマリオオデッセイでございます。最初何事かと思いましたけどね。恐竜が出てきて、何とでも取れるわ、あれは、みたいなね。モンハンって言ってもおかしくないし、化石ホリダーって言ってもおかしくないし。化石ホリダーってつぶやいてました。化石ホリダーを最後に持ってこないでしょ、まあ、こういう言い方も悪いですけども。だからちょっと、あそこは、あえて、頭を真っ白にして待ってましたけど。うん、そしたら魔女の帽子でしたみたいなね。あれみたいな。で、まあね、スーパーマリオですね、まあ、新しい映像の中でですね、やはりその今回マリオの帽子を投げるアクションというのがね、まあもう事前からお話がございましたけども、具体的にどんな感じのことができるのかっていうのが紹介映像の中でいろんな形でね、見て取れました。周りにこう回転しながらこう、結構広い範囲を攻撃できる帽子アクションもありましたし、なんか縦に投げて地面を転がすみたいな帽子アクションもあるみたいですね。で、やっぱり一番大きなこうインパクトだったのが乗り移れるということですね。はい。帽子をかぶせた対象に対して、もう敵であろうが人間であろうとか何であろうが乗り移れちゃうと。はい。クリボーに乗り移れば、クリボーになって歩いて踏み潰されるかもしれないとか、あるかもしれませんし、キラーに乗り移れば、キラーになって、自由に飛び回れて、ぶつかったらやばそうですけどね。ドーン、ミスみたいな。とかね、まあ、それこそ、まあ、今回は拠点がね、まあ、いわゆる、なんかアメリカの街並みみたいな感じですから、そこに、で歩いてる普通の住人にも頭、なんか被せることができる。で、そういう生き物だけじゃなくて、物体にもなんか被せれましたよね。うん。タクシーに被せて、はい、さよなら、みたいなことしてましたもんね、なんか。という風に、かなりそのなんか、本当になんかこう、いろいろ試したくなるというか、うん、そういう感じのアイデアではないかなと思います。ルイージに被せたらどうなんですかね。そもそも出てくるのか。そう、まあ確かにわからんですね。今回もあるんじゃないですか、ルイージーバージョン。ルイージーバージョン。ルイージーバージョンがあって、まあ、難しくなってると。うん、か、ロッシーに被せてもしょうがないしなぁ。なんかいろいろ想像しちゃいますけどね。うん、まあ、それこそ、まあ、なんかそれが必要になる場面もあるはずなんでね、その仕掛けを解く上で。実はここは、ブクブクで、ブクブクで行かないと、みたいな。多分、ブクブクで行ったら、例えば、なんか、溺れずに済むとかあるんじゃないのかなとか思ったりして。ああ、うん。キラーとかもそうですね。足場がないところを進んで、向こう岸に渡るみたいな。そういうことができたりしそうですもんね。うん、クリボーで解ける謎とか全く思いつかないですけどね。なんか、クリボーはその、なんか、結構、いわゆる頭にどんどん重なっていったりしてたじゃないですか。例えば、あれすごい高いところに行けたりすんのかなとか、ないかな。ないか。どうなんだろうな。まあ、あるいはクリボーと会話、それはさすがにやりすぎか。あれで会話できたらえらいことになりますね。だって、すげえパターン作らなきゃいけないですよね、多分。そうですね。それはないか。クリボー、なんだろうな。スーパーマリオ 3D ワールドの時は、クリボーの被り物っていうのが登場して、はい、で、それで、クリボーが襲ってこなくなるというメリットはあったんです。ただそれはあくまで被ってるだけですから、アクション自体はいつものマリオのアクションができたので、うん、クリボーに乗り移るというのとはまたちょっと違うんですよね。うん、そうですね。各キャラクターごとに、そういうアクションの違いとか、モーションが違ってくるっていうことを考えると、なんかあると思います。まあでも、クリボーは雑魚ですから、やっぱり雑魚らしく何もできないとかかもしれませんけども。それはそれサインかな。クリボー。まあなんかあると思いたいですけどね。それはまあ、ね、乗り移ってみたいなのを楽しんでるので。そうです。はい。はい。そしてね、発売日の方も決まりました。2017年の10月27日。はい、まあね、冬とは言われてましたが、
冬みたいな感じでしたからね。うん、こちらも、まあ、思ったよりは早い発売日になって、まあ、延期しなければですけども、うん、思ったより発売日が早くなりましたということでね、ファイアンベレムストが9月で、ね、まあ、両デッセイが10月。うん、で、8月にはモンハンがあって、7月にはスプラトゥーンですから、一応ね、月1本ぐらいはもう、ボーンと来るタイトルは持ってこれてるということにはなりますね。そうですね。はい。まあ、で、今回その、やっぱりスーパーマリオデッセイが、いわゆる俗に言う箱庭マリオ、うん、ということで、まあ、注目を浴びてるということですけど、まあね、さん的にその、まあ、64とかサンシャインとかは、のような箱庭マリオのスタイルっていうのは、今まで遊ばれたことは、ありますかね。あ、いや、僕は64とかマリオサンシャインは遊んだことがないんですよね。やっぱり、いわゆるその、本当にコースをクリアしていくような 3D ワールドみたいな。じゃあ、もし今回これ買ったら初体験なんですね。そうだから、どういうものなのか、いまいちうまく想像ができていなくて。もう本当にそのまあステージクリア形式、まあスーパーマリオギャラクシーとかもそうでしたけども、うん、あのステージクリアというもう決まった目標があるのとはやっぱ違って、本当に、なんだろう、まあ集める対象は分かってるので、うん、まあ結局それを探すっていうところがやっぱり多分大きな目的になると思います。だけど、それはどういう風にどういう形で隠されているのかをもう一切ヒントがないとはちょっと言い過ぎですけども、その、ドーンと一つで世界が用意されて、そこに多分なんか20個30個ぐらい、例えばスターが隠れてますよ、的な話なので、うん、まあそれを探すっていう、もう完全に本当に探索メインですね。うん、もう本当に。ただ単に目の前に用意された仕掛けを一つ乗り越えていくというかではなくて、本当に、こう一つの遊び場の中で、目的となるものを探し回る。もう本当に探すゲームですよ、本当に。うん、だから、まあ、意外とね、その、じゃあ、この箱庭マリオが絶対的な、こう、支持を得てるかって言ったら、それはもう完全にどっこいどっこいの話なので、人によっちゃめんどくさいって言いますからね、だって。そりゃ。まあ、そうですね。私も64の頃は実は箱庭マリオスタイルそうでもなかったので、印象としては。うん、まあ、だから、好き嫌いはもしかしたらあるかもしれませんけども。まあ、でも、しばらくなかったっていうのがやっぱり大きいですよね、うん。スーパーマリオサンシャイン以降が本当にクリアするタイプばっかりだったので、うん、まあそれも含めて、うん、まあスーパーマリオオデッセイ、ましてや、ハード1年目に、これだけの完全新作の 3D マリオが出るということも含めて、うん、大変ね、期待されてると思いますので、はい。まあ私も本当に楽しみにしております。うん、世界を大冒険するマリオのね、物語。あ、物語じゃないな、大冒険。ね、ぜひ、楽しみにお待ちいただければと思います。ということで、これで一応、紹介された内容をすべてお話しさせていただきました。うん、はい。まあ、ね、実際リアルタイムでご覧になったということでしたけど、正直一番印象に残ってたお話は、どれですかね。全体を通して印象に残っていったのは、何ですかね。なんか、まんべんなくこう、インパクトがあったから、なんか、一つ、どれか一つ言われると困るみたいな感じですかね。あ、そうですね。その、今年の話は、比較的知ってるものの新しい情報が多くて、来年の話はやっぱり来年の話なの、チラ見せ程度だったので。そうですね。その、驚くほどインパクトを残したものっていうのは個人的にはないのかなっていう。ああ。なるほど。これはこう来るんだなっていうのは改めて知れたし、あ、こういうのもあるんだっていうのはあったんですけど。期待、なんだろう。ワクワクはできたけど、びっくりはしなかったみたいなところですかね。うん、あ、そうですね。あ、でも俺も同じ印象だな。カービィとかヨッシーとかね、もちろんその、もうそれを来てくれるだけでもうワクワクはするんですけども。うん、若干予定調和なところはあるので、変な話。あ、そうですね。で、まあ私個人的にはロケットリーグもよく知ってましたから。はい。それもそうでしたし。そうなんですよね、確かに。こう、
で、まあ、メトロイドプライム4に関しては完全にもう、知ってる知らないの範囲ではあるので、うん、知ってたら、まあ、もしかしたら、すごくインパクトに残ってたかもしれませんけども。だから、そこら辺も含めると、無難にまとめた感はある。っていうのは、私も正直思いました。うん、まあ、そうですね。多分、その、今年がスイッチの走り出しの年だったので、はい。その、もう、1月の段階で、今年出せる玉っていうのは、ひとしきり出してたのかなっていうのは、あるので、まあ、どうしてもその、E3、はい、この短い期間で E3 までに新しいものを仕込んだりっていうのは難しいし、そもそもは、後出しで良かったものを、まあ、先に出してたっていうところは、そういう事情はあるのかなとは思うんですよね。やっぱり立ち上げが本当に大事だなっていうのは、任天堂自身も感じていたと思うので、はい、その、うん、発売前には、結構、まあ、その新しくポケンとか、モハンみたいなものも出てきてると思うんですけど、それ以外のタイトルは、あ、こういうのが出るんだなって、任天堂のタイトルは特にもう、こういうのが出るんだなっていうのが分かった中でのおさらい、ではあったかなと思う。やっぱりまあそのゲーム新しいゲーム機としてやっぱり土台を作りたいっていうのは多分あると思うので、うん、まあそのねそれこそあのチョキッとスリッパーズみたいなのも欲しいんだけどもでもやっぱり土台を作るとしたらやっぱり定番タイトルがまあ強いので、うん、まあやっぱりそうですねゼルダから始まってマリオカートが出て。まあ、アームズはね、完全新作でしたけども。うん。スプラトゥーンが出たり、で、今回の発表の中で言ったら、もう、本当にゼロブレードもハービーもヨッシーも、どれもこれももう、ね、保証済みのタイトルでもありますので、変な話にね。で、オデッセイもね、もちろんその、もうずっと期待されてて、まあ、続報みたいな感じではありました。でもまあ、今年にちゃんと出るっていうのははっきり分かったという点でもね、盛り上がったと思いますし、本当にその、任天堂スイッチ市場を固めていくっていう中でも、もう1年目としては十分なタイトル。だからまあ、ね、それこそやっぱり流れも今の時点で結構作れてる傾向があると、各所で言われてはいますので、うん、まあ、その流れをまずは、こう、なんかまあね、その、風を作っていくところがまあ、やっぱり1年目の役目なんでしょうね。うん、それで、やっぱり2年目、3年目と、より波に乗ってくる頃には、サードパーティーもきっと集まってくれると。うん。で、そういう流れにできれば、もうやっぱりその市場としては、もう定着していくと思いますのでね、しっかり。まあそっからですかね。全く新しいタイトルを挑戦するのは。まあ、そうですね。結局、その、さっき、多分、任天堂が今年本当にこう E3 で、どうだ、これがスイッチだって、もし、その、全然スイッチの発売とか関係がなければ、その、これがスイッチだみたいな話として E3 で取り上げるような内容そのものはもうスイッチが出る前に、もう先出しで今年に関してはやってしまったのかなっていうところがあるので、その E3 はそれのおさらいに少し収まってしまって、のかなっていうところと、まあ、その2018年以降のタイトルに関しては、やっぱりその、まあ、どうしても、突然2018年のタイトルですって言って、アームズみたいな完全に新しいものをチラ見せされてもみんな、なんだろうあれみたいになってしまうと思うんで、チラ見せするとしたら、カービィとかヨッシーの新しいものですよっていうのを出すぐらいしか、その、チラ見せで分かってもらって、いるもの、チラ見せでも期待を煽れるものっていうのはこの辺なのかなっていうのがあります。なのできっと、そのアームズみたいにちょっとこう時間を取れて、しっかり説明できるような場面で、また2018年以降で、新しい、その、カービィとかも新しいと思うんですけど、なんかこう新規軸のものっていうものは、そういう時にまた機会があるのかなとは思います。今の時点でもね、うん、ワン、ツー、スイッチでしたり、さっき間違ってました、一緒にチョキッとスリッパーズでしたりとか、うん、新しいことをやってないわけじゃないんでね。そうですね。うん、
なんで、しっかり最初の時点でドーンと持ってきてはいると。そうですね。今年の E3 はそういう場ではなかったというか、まあ、本当に新しいことやってるワンツースイッチとか、まあ、アームズももう出てる話ですし、っていうところで、今年は、そういう場ではなかったのかな。で、当然、春1年目なんで、年の後半はみんなが知っているあのタイトルが出てきてっていうのもありますし。はい。で、まあ、途中で、マネさんもおっしゃってましたけど、いわゆるその e スポーツ、に重点を置いてるという点について言うならば、まあ、それこそE3 では、スプラトゥーン2やアームズの大会なんかをやったぐらいですから、まあ、それこそ、もう、まさにその通りですよね。うん、本当に。今回の、ニンテンドーについてのは、もう、これですよ、というのが、割とこう、なんだろう、はっきり見えた、内容だったのかな、というふうには、やっぱ思います。うん、まあ、スーパーマリオですよ。それには含まれないですけどね、でも。だからまあ、マリオもありつつ、そうじゃない、ところもあれよっていうのはすごく示してたと思うんですよね。こういう、戦うゲームっていうのに、任天堂は本気ですよっていうのは。中身としては、スポットライトそのものの演出もそうですし、展示会会場での次大会を実施みたいなところでも伝わってきたのかなとは思います。はい、まあでも、攻めてる内容だとは思いますよ。そうですね。なんか、誰でも遊べますよみたいな消極的なアピールをするタイトルというよりかは、こんなね、カービィでこういうね、新しいことやるとか、まあ、ヨッシーでこんな表現ができます。ね、で、マリオデッセイでもこんなことできますっていう、こう、本当にゲームとして純粋に楽しみだって思えるような数々のタイトル、みたいなのが、やっぱりこう、前面に押し出されてて、なんかやっぱその Nintendo Switch がやっぱり DS や Wii のシリーズとは違うものとして、生まれて、もう一回こう、なんだろうな、こう、まあ変な言い方ですけど、まあ、本気でゲームを遊ぶっていう感覚に立ち返る部分もあると思うので、今回の E3 なんか本当にそれをしっかり体現した内容だったのではないかなとは思いました。そうですね。まあなので、まあ、これがもちろんね、任天堂の全てではないです。もちろん、この先、パーティー、みんなでワイワイパーティー系ゲームも出ると思いますけども、まあ、本当にね、そうですね、ゲームを遊びたいという人間が遊ぶっていうゲーム。なんか、うまく言えないですけども、ゲームをずっと、まあ、私もマネさんもそうですけども、はい、ずっと遊んできた人間ですから、それはやっぱり定番タイトルで新しいことができたりしたら、ワクワクはしますわ。そういう作品の方が、そりゃ楽しみですよ。という、素直な気持ちを、やっぱりなんかそれに応えてくれそうなタイトルが、やっぱりいろいろ出てきたとは思ったので、そうです。まあ本当に、そういう意味では、もう全然やっぱり、これから楽しみですよ。やっぱり Nintendo Switch。ね、来月、まあ今、アームズでもう腕が疲れながらもプレイしてますけども、来月スプラトゥーン2。買わなきゃいけないし、9月。ええ、買わなきゃいけないし、ね。そうそう。ポッケンが出たり、ファイヤー。ポッケンが出たり、そうそう。マリオデッセイなんて言ったらもう、そうですね。1年目でこれだけ揃ったら、とりあえずお腹いっぱいになりますね。そうですね。私としては。デゼロブレイドも、もしかしたら11月、12月ぐらいでしょ、下手したら。そうですね。マーリオわざわざ10月にしたぐらいですから、遅くとも12月までには出す気満々ですね。出す気満々出したいところですね、確かに。まあですから、やっぱりこう、そうですね。しっかり、1年目でありながら攻めることができてるのかなっていうのはありますね。いろんな意味で。なので、本当にね、まあ、実際に、まだ、マネさんも含め、実際に持ってる身として、いろんなこういう、まあ、定番とは言いましたけども、しっかり次へ次へと繋がっていくタイトルが見えてきたということは、やっぱり大きな、こう、期待というか、まあ、単純に楽しみです。そうですね。いくつなく。あとは、もう、本当に、あれですよね。まだ、あんまり売ってないんで、たくさん本体作ってほしい。そうですね。そこはね、まあ、ニンテンドーも声明文発表しましたけども、まあ、7月以降、スプラトゥーンも出るわけですから、スプラトゥーン2も出るわけですから、まあ、そこはね、
よりしっかりと、本体の供給を、まあ、それでも間に合わん可能性高いですけど。まあね、まあ、今、神戸、これだけソフトは用意してます。やってますか？ね、まあ、ですから、まあ、それでもね、まあ、少しでもね、欲しいと思っている多くの人に、行き届いて、それこそね、アームズ、スプラトゥーン、ね、マリオカートなど、とりあえず、まあ、楽しんで、まあ、楽しんでいただくために、まず、ニンテンドースイッチ買わなきゃいけないですから、ドアがいたって、うん、そうですね、はい、本体の供給に関してはね、しっかりと、まあ、確実に、もう、とりあえず数を揃えるしかありません。ということでね、そうですね、はい。ソフトが盤石なので、ぜひ。そうですね、ちょっと、まあ、若干もったいない感もあるのでね。うん、あ、そう。なので、本体供給も含めて、これから Nintendo Switch、まだまだ、うん、発売から、でも3ヶ月くらいしか経ってませんからね。そうですね。あれ ?3 ヶ月と思うで、まあ4ヶ月か。うん、どちらかというと。4、そうですね。4ヶ月。4ヶ月か。まだ4ヶ月か。そのままちょっと思ったりしますけども。まあ、まだまだこれからなんでね、Nintendo Switch、当然これだけではありません。これからまだまだいくらでもね、作ってると思いますので、うん、そうですね、すごい、ブレスオブザワイルド楽しくて、わぁ、スイッチ楽しいなと思ってたんですけど、ブレスオブザワイルド、もともと Wii U 向けのソフトです、ね。そうですね。Nintendo Switch 向けのゼルダの伝説っていうのを、ああ、いつか。それは作ってくれるでしょうね。なるんだろうね。それも難しい。でも考えてみれば難しいですよね。今回オープンワールドで、オープンエアか。オープンエアで作って、もうこんだけ話題になったもんだから、オープンワールドじゃないゼルダを作りづらいですよね。変な話。うん、まあ確かにそうですね。また、ダンジョンか、みたいな感じで。私が勝手に妄想してるのは、まあ今回のゼルダっていうのは、まあ、いわゆる滅びたハイアル王国でしたから、滅びてないハイラル王国でのオープンワールドをやってみたいっていう気持ちはちょっとある。そう、全然これとは全然違う世界でもいいんですけども。っていうのはちょっとありますね。ああ、そうですね。で、まあ、普通に本当に賑やかしい街の中なんかで、それこそアサシンクリードみたいに、ね、建物の上に登ったりなんかしたら誰かに、何してんだこらとかって言われたりとか。それで、まあ、それも無視して平気で、急に渡り歩けるかもしれませんけど、まあ、そんな感じの、ちょっと賑やかしいオープンワールドのゼルダっていうのもありなのかな、なんて、思ってますけども、まあ、それは完全に私の妄想なので、そんなね、オープンワールドがポン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 作れるわけないので、簡単に、うん。そうですね。だから、まあ、これはね、まあ、ゼルダに限らない、最近ね、オープンワールドの作品増えてきてますから、シリーズ作品がオープンワールドに挑戦っていうね、前、触れ込みも多くなってきてますけど、次大丈夫かみたいなのは毎回思うことなので。ああ、これやった、その次どうするのかっていう。それで、それこそね、ご好評いただいたとなりゃ、ずっとそれでやっていかなきゃいけないっていう、新たななんかこう、重圧が生まれてきますので、なかなかオープンワールドっていうのもね、こう、容易に手出していいもんでもないとは正直思います。ぶっちゃけるとね。我々は嬉しいですけどね。はい。まあまあ、なので、ちょっとまあね、ゼルダに関してはいくらでも話せちゃうので、ああそうでこれぐらいにしときましょうか。これ3つに分けなきゃいけないかもしれんな。はい。まあいいです。はい。ということで、はい、今回ね、Nintendo Spotlight E3 2017年に先駆けてね、公開されましたこの Nintendo のプレゼンテーションについて、マネさんと一緒に振り返りながら、いろいろお話をさせていただきました。はい。またお話しする機会がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということでお開きいたしましょう。まねさん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。